はい、じゃあ次はですね、この日本語をもう直訳しないで、それでもこの意訳っていうんでしょうかね、日本語そのまま直訳してもそのまま韓国語にならない表現でありますけども、でも味わい深い表現ですね、これについてちょっと勉強してみたいと思います。はい、じゃあこれは気に入るですね、気に入るですね。で、韓国語では気に入るんじゃなくて心に入るって言うんですよ。心に入るときはね、表現します。はい、じゃあちょっとね発音してみましょうね。はい、マーメトゥーダ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 、ね、要するにここに入ってくるって、ね、いいですね。あの人は私のここに入ってくるって言うんですよ。あの人が私が気に入ったって時は、あの人が私がここに入ってくる。あ、いいですね、これね。はい、で次、はい、じゃこれは油断するですね。これは韓国では油断って言葉使わなくてですね、放心するって言うんですよ。放心する。じゃあ発音してみましょう。パンシミハダ、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 要するに心が集中してないってことですね。心が集中しなくてもうぼーっとしてるって意味ですね。じゃあなんで日本語に油断してたんでしょうかね。不思議ですよね。はい、では次ですね、これ風前の灯火ですね。はい、これ面白いのが、韓国語では風前灯火と言わないでですね、灰の命って言うんですよ。灰の命、灰ってもう小さなこれね、昆虫じゃないですか。灰だから要するにもう人間にこう戦えて殺されて もう仕方ないってね。だから本当にもう小さな小さなね、価値のない命っていう意味なんですね。それで風前灯火のことを灰の命、灰の命っていうんですね。面白いですね。はい、これパリモクスム、パリモクスム、パリモクスムですね。パリモクスム。はい、じゃあ最後ですね、これが、首を長くして待つというね、言い方ですけども、韓国語では何て言いますかというと、目がくぼむほどに待つですよ。もう疲れちゃってもう 目がねくぼんちゃうということですね。ね、目の下にクマ作っちゃって。はい、눈이빠지게、눈이빠지게、기다리다、기다리다、눈이빠지게、눈이빠지게、기다리다、기다리다。ということで、日本語そのまま直訳してもこの通じないね、その韓国語表現ありますけれども、まあそれでも味わい深いね、こう表現とか結構 ありますね、まあ、あるいはですね、この首を長くして待つというところに、この実はですね、もう一つね、この表現がありまして、でこれが何て言うかというと、鶴が首を苦しんで待つとね、まあ、これはあれですね、首を長くして待つという言い方なんですけども、こういう表現はよく韓国人使います。もちろんこういうさっき言った、ね、目がくぼむほどに待つというね、こういう表現もありますけど、この四字熟語でなるとこういう表現になります。うん、あの鶴が首を長くして待っているとそういう意味なんでしょうかね。はい、で発音してみましょう。はい、白数古で、白数固定、白数固定、はい、という感じですね。皆さんね、どんどんとこの韓国語の面白い表現ですね、身につけていっていただきたいと思います。はい。